営業の一番こう見落としがちなところって、自分の商品がいいものだから買ってくれるはずだみたいなやつらが多いんだよな。熱血コンサル基礎産業。感染症の影響で売り上げが下がった建設業です。協議会の支援で金融機関の利付を行いましたが、売り上げが戻らないため、新たに感染症対策で消毒事業を始めたいと考えています。新規事業を始めるための資金調達は可能でしょうか？これなんだよな。今がうまくいってないのに、なんかやっぱ新しい事業でどうなんやっちゅう話になるよな。これまあ感染症対策の資金ってことは、元金がちょっと据え置きになってたりとかするのかな、これな。やっぱり返済は信用の貯金ってよく言うんだよね。やっぱ返済しないとやっぱり資金って出ないから。あの、実際ちょっとね、まあうちの資金もそうなんだけど、あのみんななんか大きくこう勘違いしてる人が割と多いから言っとくんだけど、お金を借りた時点から試されとるからね。決算書という通信簿を出さないといけないんだよ。それでその中でなんかうまくいってるっていうのがあれば、まあ拡大するための資金をっていうことになるし、うまくいってなかったらお前どうやって返すんやっていう話になってくるじゃんか。だからまあ新しいことをやらないといけないから、その消毒事業をやるっていうのは分かるんだけど、その消毒事業って何なのかね、これフランチャイズなのかねっていうことを考えると、本当にそれなんかお客さんおるんかとかいうような話になるし、今の事業の中からまだまだ掘り下げれるようなことがあるんかなっていうふうには思うけどね。まあ要は例えばよ、まあ一時期福祉関係、まあ介護関係のお仕事で一時期厳しかったっていうと、介護用品レンタル業って結構厳しかったんだよな。うちも結構な相談件数来てたけど、よく言うこうね、総量規制っていうのが入ってね、だんだんこう狭まってきて、ほんでそのもうマーケットがシュリンクしてきてるから、やっぱり新しいことをやらないといけないよねっていうことになるよね。そういう風になると新規事業にかかる資金っていうのは、やっぱり今の足元財務と比べたらこのぐらい用意できますよってことは出てくるよ。だけどちょっと建設ってまだまだ伸びてくるとこあるじゃんか。今物価上がってるしね。だからそういうところでまだまだ得意なところで勝負できることがあるんじゃないのっていうことが言いたいですよね。この方は B2B 向けに工場の修繕とか建設とかそういったものをメインにされてたみたいですね。まあ、それでコロナの影響でもともとその会社の方が修繕をするための費用が出せないからということで、どんどん絞っていったからこの売り上げが下がったということなんですけど、売り上げが立たなくなってくると、どうしてもやっぱり今流行ってて飛びつきやすいようなところに取り掛かりやすいと思うんですけど、やっぱり本業の方がやっぱりノウハウもしっかり蓄えてあるし、そこの方がビジネスチャンスはあるというところですよね。あとはあの B2B だったら、お客さんのところに今自分がやっとる仕事以外でお困りごとがないかどうかとか聞いたりとかね、いうのはやっぱりやっとかんといけんよね、やっぱりね。そういうとこはまあその B2B だったら、もっとこう要はあの自分でこう紹介してもらったりしながら入っていくところっていっぱいあるのかなと思うよね。もっと言っちゃろうか、法人営業の基本って1点しかないんだよ、実を言うと。資金収支の是正しかない、実を言う。お金が出ていくとこが減りますよ、お金が入ってきますよ、どっちかしかないんだから、セールスするのと。うちだってそうじゃん、資金調達コンサルやってたら、やっぱりその入ってくるとこからこんだけくださいとか、例えばその条件変更して止まった中からこんだけくださいという組み立てにどうしようもなるでしょ。もう法人営業ってもうそこしかないと言っても過言じゃないからね、はっきり言って。だから逆に考えたら、倉庫とか全部借り物なんですかとかね。この3つ1個にしませんかとか、ここにいい物件があるんですよとかやんだね。そんなところから入っていく必要があるよね。これね、あの B2B 営業をやった方がいいってみんなよく言うんだけど、 B2B 営業の一番こう見落としがちなところって、自分の商品がいいものだから買ってくれるはずだみたいなやつらが多いんだよな。違うんだよ。それをやることによってどういうふうに収支が改善するのかっていうところを考えてないやつが多いからね。これどういうことかというと、商売ってやっぱお互い様だから、相手の立場になって物を考えてないっていうやつらが多いんだよ。売れるセールスマンほどそれができてる。逆に言うと、それが要はできる人かできない人かってところを、俺はお客さんとしてこの人はあの相手をおもんばかれる人なんかどうかっていうところを見てるんですよね。だから自分だけ儲かっとる人っていうのは、やっぱりどっかでしんどい思いしとるよ。あのよく言う利他の精神とかってよく言うんだよね、稲森和夫さんがよく言うね。まあそこにまあ尽きるのかなというふうには思いますけどね。会長は法人営業をされるときに、特にその自分の自社の
経営資源だけではなくて、知り合いの社長さんとか知り合いの会社を使って新しいサービスを提案することが非常に得意だと僕は思ってるんですけど、それをやっていく時のポイントとかありますか？よくあるのが今言ったのは昇流を逆から取るってよく言うやつよね。結局その倉庫ってあるからそれ使ってるわけじゃんか。でそれをこう資産化させるみたいなね、とか相手のキャッシュフローどんなとこからお金が出てて、どんなところからそのお金が入ってるんですかっていうところを聞くことだろうね。俺が H 銀行に入ってきた時には優秀な法人障害が5人いたんだよ、俺の他に。 H 銀行の道支店はあれだからな、 H 銀行発祥の地だからな。入ってきた時にいきなり言われるんや、なんか信用金庫から上がってきてるから、山本さんは何ができるから H 銀行に入ったのみたいな。もう隣でぼーっとしとるやつが為替とかデリバティブとかの商品とか死ぬほど知ってっからね。そんな中でじゃあ俺がなんで生き残れたかっていうことなんだよな。法人新規開拓で生き延びたんだけど、相手を知る力が一人長けてたからなんだよ。もう俺ここだと思う。相手を知ろうとしなさすぎるもんな、やっぱ商売のな。俺なんかもうよくこうお客さんに、まあ今でもね、やっぱりまあ今あんまりこう一次面接とかももう打ち止め近くなってきてるから、あんまり自分が出てくることはないんだけど、お客さんがいた時にやっぱりその一番聞くのって、どういうビジネスモデルでどうしてこうなったかっていう原因を知って、で相手の周りのことっていうのをいろいろ聞いてるよね。これって銀行員時代、実は商社マン時代から実は俺変わってないんだよ、実は。今でも思うよな。俺がね26歳ぐらいの時に大口のその新規開拓をやったことがある。商社マンやった時24歳かピチピチだよ俺がね、もうピチピチの頃やったのはね、半年1年ぐらいかかったのかな、半年かかったのか。まあコイン精米機みたいなものを作ってる会社がを新しく作るという、まあ、企画がその会社であって、もともとは全然違うものを作ってた大きい工場だったんだよ。それよりも前にはその自分はその3年間でその会社1000円しか売り上げがなかった。だけどそのいきなり500万ぐらい毎月売るようになったから、なんか予診取引どうするんやみたいな話になって、でなんか慌てて上司が出て行ってみたいな話があったんだけど、それね本当に相手を知る力だった。これ何かというと相手の設計士を知ったんだよ俺が。俺その時ぼんやりしょって分からん倉庫番みたいな仕事をしてたんだけど、その人は電気関係の出身だったから配管って分かんなかったんだよ。予備系から教えてたからな俺。でそれからなんかあれだよ、ある日ね、まあ、半年とか1年とか倉庫番しながらそこ通ってたのよ。来てくれ教えてくれっていう、まあ、そういう横に行ってか、こうなんです、ああなんですよって言ってたら、そのプロトタイプの図面ができた。呼ばれてそのおじさんが、もう上司の方ってのが出てきてね、このなんか図面があるからこれから好きなん拾えみたいな、ほな、これどこんな感じですって出したら、もしこの値段お前いくらやみたいなやったら、こんだけみたいな、毎月このぐらい注文があるみたいな話でバチッと決まってね、あらり4割ぐらいあったんで、500万って200万儲けてたから、当時の私めの給料が22万円ぐらいだったから、ほら会社としては儲けたよねっていうことになる。だからそういうもんなんだよ、相手を知ることはすげえ大事。相手の要はキャッシュフローのどこを見るか、海賊と呼ばれた男もそうよね。結局漁船のを灯油で運営してたんだよ当時は。でも灯油と軽油はなんか元素のあれが仕組みが一緒なんだよね、ほぼほぼ。だから軽油に切り替えたら、まあ、コストダウンできるみたいな。出光佐三はね、もう半年1年そこへ通って、漁船のね漁をする会社に通って、ほんで海の上でね、文字川の方の海の上でその自分の経由を打ったっていうところで海賊と呼ばれたわけよね。だからそういうもんなん、相手を知ることが大事。そのうちね、なんか俺もこの年もう50ぐらいになってから営業を教えるようになったんだよな。で自分の営業のノウハウってあるんだなって改めては感じましたね。やっぱり何が大事かというと、新しいことにチャレンジするのも結構なんだけど、どうして今まで売れてたか、なぜ売れなくなったかっていうところを思い返しながらトライするのがいいのかなと思いますね。それではまず具体的に社長さんに取り組んでいただくこととしたら、特にメインとなるお客さんと、まあ、お話をする中で、まあ、ヒアリングする中で昇竜図をちょっと作ってみて、お客さんの昇竜図を作ってみて、でお客さんを中心にした業界研究をして、みんなが悩んでいるところ、そこを探して自分が入っていけそうなところを探してみるというのが良さそうでしょうか。もうこれに尽きるよ本当。
相手がどういうふうに伸びてるかっていうとこ、何に経営で困ってるかっていうか、どういう夢を描いとるかっていう、ね、社長なんて夢描くのが仕事だからね。だからそういうとこへそれをお手伝いさせてくださいって言ったら、そりゃ悪い気分になる社長おらんと思って。俺ね、昔ね、医療従事者 MR さんのね、トップセールスを育てたことがあるんだよ。二人ほど育てたな。俺はまだまだもう基礎産業始めたばっかりの頃。それね、それだったの。みんな薬の話しかしないんだよ。だけど、その人はね、あれクリニックに行った時にね、どういうとこの患者さんを捉えてどういうふうに伸びようとしとるかっていう金儲けの話をしろって言ったよ。そしたら価格はそっちが高いんだよ。実言うと。ちょっと言いそうだったけど、メーカーの名前。だけど、お前のところで全部やるって言ったよ。それはやっぱ手伝えるところが他にいっぱいあったんだよ。機器を流してレンタルしてあげたりとかね、新しいその手法っていうところをこういうことをやったらもっと加点が取れますよとかね、そういうのを教えてあげたりとかいうようなことをやってた。やっぱり面白いんだよね、社長って。自分の考え方に同調してくれる人が面白いね。だからそういうふうにやっていくと非常にまあ伸びるのかなというふうに思います。今日は営業の話したんだけど、なかなか一朝一夕っていうところなのね、難しいんだよね。それにこういうお客さんほどやっぱりその営業を学びながら、やっぱり資金付けっていうのは銀行以外の資金付けをやっていかないといけないっていうことで、最近はよくうちもブリッジファイナンスっていうのを去年の2021年6月からやってます。ということでね、弊社と一緒に金融業務をお手伝いしてくれる人というのを募集しています。今現在かなりのお客さんを抱えててですね、まあ、2億円ぐらいの資金を回させてもらってるんですけども、よりこう大きな要は特定金融業務ぐらいを取れるように今成長させていきたいと考えているので、より多くの、まあ、投資家の人ではなくてもね、やっぱりまあ一口こう乗って手伝ってみようかと思うような人まで、より多くの人と関わっていきたいと思っております。ご興味のある方はこの社の概要欄にプライベートエクイティその他というところがありますので、お問い合わせいただくと私自らちょっとご説明したいと思っておりますので、よろしくお願いします。それとまあ今ね、この話ってやっぱり営業に関してはやっぱりグループコンサルがいいのかなと思っております。今はまあ4人1組でまあやってるんですけども、いろいろマッチングできる先もありますので、ご興味のある方はこれも同じ下に概要欄にグループコンサルの欄がありますので、お問い合わせいただければと思っております。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。